ト TV をご覧の皆さん、こんばんは。関西の風天ちゃん、宇都恵子です。今日はですね、大阪は平野区、こちらスロットスペースゾーン21さんにやってまいりました。なんと先月ですね、平天くんが、こちらの方に来店したということで、結果はですね、ちょっと思わしくなかったようなんですけれども、前回に引き続いて今日も勝てるように頑張っていきたいと思います。平天くんの分まで頑張ります。それでは早速入りたいと思います。さあ、それではやってまいりました、こちらゾーン21さん、ちょっとですね、店内の方を見ていきたいと思います。こちらはですね、もうスロット専門店ということで、寝台はありますね。花のケージ、ケージかっこいい、かっこいいですね。ありましたよ、ケージありました。めちゃくちゃ出てますよ、こちらの方。液晶なんと9611、まんまいですね。すごいいいですね、うらやましい、いいな。さあ、そして、あ、めちゃくちゃ出てる、すごい、ジャゲラ愛着いいですね。いやー、20の15ということで16巻、めちゃくちゃいいですね。いいな、今日も私は平天くんがちょっと前回ね、負けちゃったということで、私は頑張っていきたいと思います。さあ、アイジャグがここら辺ずっとありますが、どうしよっかな。でも3の4 1268で今570回転なんですよね。こういった台も狙いたいんですけど、いや、怖いかね、怖いな。ちょっと全く回ってない台はほとんどないんですけど、でもこれいいんじゃないですか、どうだろう。ビッグ15、本日レギュラー13、3964ということで、合成で141いいんじゃないですか。ヘイテイ君、えいえい、頑張るよ、頑張るのだ。よし、じゃあこちらの台の方で勝負をかけましょう。さあ、現在392回転、頑張ります。もうできればこうね、ゴーゴーランプを点灯して1ゲーム連でちゃんちゃんバリバリ言わしたい。では行きたいと思います、お願いします。行きます。なんかな、頑張ってほしいんだけどな。これがいきなりの転倒とかになったら嬉しいんだけどな。やっぱりピカラしていきたい。そして、テイクに勝ったよって言いたい。さあ、400回転入りました。あとは思い出。前みたいに奇跡的にこうまたまた引けたりしないかな。さあ、でも台はね、いい台なんで、あとはね、自分の引きじゃないのかなと思います。本当に勝つ気で頑張ろう、頑張って、私ついてついて、ゴーゴーランプ。さあ、ここで、100枚目いきたいと思います。いいですよね、このジャグラー の, 当たった時の音が、私は音楽が大好き、当たったって感じがしますね。頑張れ私、2回連続光らせることができれば、ブドウ3連チャン、
かっこいいんだけどな。お願いします、ピエロさん。そうか、そうは簡単にピカラしてはくれないけど、このドキドキがゴーゴーランプの何かにつながってくれれば嬉しい。うん、ブドウがよく来ますね。ひゃー、5分前。いやー、ゴーゴーランプ光ってほしいな。何も思ってない時の方が来るのかな。レギュラーでもいい、とにかく。いや、私ももうちょっと150枚目お願いします。お願いします、お願いします、お願いします、ついてお願い。ピカってもう後でも先でもいい。うわー、484回転です現在。いや、やばい、そんな簡単には。まだまだ修行の身だねこれは。わあ、閉店君に頑張るってこう言っちゃったのに。わあ、せめてももう。うわあ、もうダメっぽいよこれは。もう諦めたくない。ブドウよく食んのに。気のせいか音楽が流れてる、流れてる、流れました。はい、ということで、終了ということです。あ、ごめんなさい、こちら。ということで終了ということで、ドル箱とサイがいるんですけど、サイってあのツノッチ、ツノッチツノッチとドル箱があるんですけど、ツノッチはツノッチにこのメダルを入れたいんですけど、なんか今日はこっちにしときます。はい、残念な結果でした。こんだけ、いやー悔しい。すいません、お願いします。ありがとうございます。はい、ラッキーセブンの7枚、この7枚は次につながる7枚のような気がします。ラッキーセブンなので OK ですね。はい、じゃあ、今日の結果7枚ということでした。悔しい。さあ、それでは実践の方を終了しました。結果はこちら。ん？ラッキーセブン？いいでしょう？次回につながりますよ。今回ですね、ヘイテイ君に続いて大変申し訳ない結果を残してしまいました。ですが、次回必ず頑張りたいと思います。そしてこちらゾーン21さんは、駅からも近いです。そして新体も続々入荷中ということで、ぜひですね、皆さんこちらのゾーン21さん遊びに来てくださいね。それではまた閉店ちゃん見てください。バイバーイ。